陽森は中華民国の軍人。川軍の指揮官で北京政府、国民政府にも属した。旧名は、祝佐は、白県、字は小めぐみ。はじめは、学問を志し、純慶不連合中学堂で学んだ。しかし、軍人の道を志し、1904年に四川陸軍促成学堂に入学している。1906年、中国同盟会に加入する。 1908年に即成学童を卒業し、四川の新軍である第十七鎮に加入した。民国成立後も四川軍にあったが、二次革命の際に当初革命派に属したため、天軍に捕らえられ、そのまま天軍に加入する。1915年12月、五国戦争が勃発すると、サイツバハイカの第二邸団を率いる張友心に追従して四川に戻った。 その後も、陽森はしばらく、天軍に属していた。しかし、1920年3月、川陣地側のスローガンに共鳴して、天軍からの離脱を宣言し、川軍に復帰した。その後は、天軍総統などで活躍する。1921年2月、川軍、第二軍軍長に昇進し、重慶に駐屯した。後に、陽森は、川軍の劉将らと協力して、 南方政府派の熊、国部を撃破した。これにより、1923年8月、五配府から中央陸軍第16市市長に任じられる。9月には陸軍中将となった。1924年3月、陸軍上将に昇進し、5月には四川ただ正りに任命された。これにより、生徒に駐屯し、川軍内で最大勢力にまで対等したのである。 しかし、劉将ら他の川軍指揮官の反感を買うことになってしまった。1925年7月、陽森は後配布の支援により、四川統一の戦いを開始した。しかし、劉将ら他の川軍指揮官の反応連合結成を招いてしまい、さらに、奇襲軍の演祖名にも攻撃された。翌月、陽は惨敗を喫して、四川を追われ、一時はクレ頼る。 しかし、今度は、龍と縁との対立が発生したため、要は、龍とは僕して、四川に復帰し、縁を四川から駆逐した。1926年5月、呉から四川省庁に任命された。9月には満県事件で、イギリス軍と交戦している。洋森同年10月、中国国民党の勢力慎長を目の当たりにした。洋森は、国民革命軍加入を宣言し、 第二十軍軍長に任命された。しかし、1928年1月にご配布を庇護した罪に問われて免職されるなど、その後の経歴は順風とは言えなかった。それでも、ヨウモリは着実に国民政府での経歴は積み重ねていく。1936年2月には陸軍中将となった。日中戦争勃発後は、 国民革命軍第6軍団軍団長として、上海方面で軍事活動を展開した。1938年1月、第27集団軍総司令となる。1939年10月には、第9戦区副司令長官も兼ねた。日中戦争終結直前の1945年1月、紀州省政府主席に任命される。 1948年7月には、重慶市長に転じた。翌年6月には、西南軍政長官交渉副長官も兼任している。同年12月、西南部での国民党軍壊滅に伴い、台湾へ逃亡した。以後、総統府国策顧問や全国体育教審会理事長、オリンピック運動委員会理事長などを歴任している。1977年5月15日、 台北で病没、去年94、ありがとうございます。